はいどうもポンポンです。はい、すでに酔ってます。大阪西成に今日もやってきております。今日はですね、西成新店舗ができたということで、そちらに行きたいと思います。道順はこの大阪メトロ動物園前駅9番出口を出ていただきまして、すぐそこに立ち飲み銀次さんがあるんですけれども、まっすぐ歩いていただくとここにあります、飲みどころかわちゃんです。いろいろセットあります。一品料理安いということで、めちゃめちゃ気になりますね。グリーンの看板が目印です。サービスタイムサービスなどもいろいろされてらっしゃるようです。それではこちらのかわちゃんさんに行ってきます。かわちゃんのせんべろセット、これめっちゃ安ないですか。生ビールまたはチューハイ、しかも2杯選べるんですね。で、名物のもつに日替わり1品プラス1品もついてそうです。今日はこのせんべろセットを注文したいと思います。他にもメニューがたくさんあるので紹介します。メニューはこちらです。今回はですね、かわちゃんデイランナー特別企画ということで、この動画を見たとお伝えいただくと290円のドリンクがサービスでいっぱい出していただけます。なのでぜひ皆さん、この動画を見たとお伝えください。見ました。あ、そこ僕も見ました。見ました。今実物見ました。もうスタートですか。いや、こんなんもうみんなサービスやん、当たり前やん。せんべろセットやってきました。今1杯だけ置いてますけど、これ2杯ついて1000円です。これで1000円です。飲み物は生ビールかチューハイ選べます。今回私はチューハイにしました。枝豆と冷ややっこ、また豆腐が大きい。かわちゃん名物もつ煮込み、もう常連さんは3日連続通われて毎日食べたそうです。他にもお得なセットがありまして、大瓶とポテサラか枝豆が選べて500円です。大瓶だけで500円取っていいのに。こちらのセットが350円で、生ビールかチューハイか選べまして、枝豆がセットです。350円安すぎますよ。はい、ありがとうございます。じゃあいつもの行きます。ご自宅で飲んでる方も一緒に飲みましょう。お疲れ様です。乾杯。もつに行きます。まずはちょっと一味かけずこのまま。うわ、すごい、ごぼうとかこんにゃく、大根、いろいろ入ってますね。うわー、うまそう。いただきます。うん、もつ柔らか。かわちゃんのもつみめちゃめちゃ柔らかいです。うんげー。座ったらどうぞ。ごぼうもしっかり歯ごたえのあるサイズです。もうこれだけの、もう美味しい。テルコいけた。めちゃこちゃめちゃくちゃ肉まいてるので、ごぼうもこんにゃくも大根もめっちゃ柔らかいです。いや、一味と七味選べますよ。今日はですね、おすすめのこの一味をかけていきたいと思います。今お話ししてたんですけど、結構七味を置いてるお店は裏返った。いや、寄ってるのと多分皆さんに見られてる。緊張してるやろ。はい、七味を置いてるお店は多いんですけど、かわちゃんは一味もあります。なので選べますよ。一味の辛さがミックスされて美味しい。2杯セットの2杯目いただきました。最高。もうお味しそう。乾杯。
次は冷ややっこ行きます。こんなもんかな。お父ちゃん元気でおったんですかね。うわぁ、うん、めっちゃ冷えてる。ほぼキンキンに冷えてます。もしかして、父ちゃん顔は進んでますか。お酒に合うわ。じゃあ枝巻きます。だからあ、すみません。飲みの終盤はこれですよね。これをつまみながらパイ飲む、枝豆食べながら飲む、無限ループです。では最後、みんなで乾杯。乾杯。乾杯。銀次営業中です。はい、ちなみに銀次営業中です。また来てください。お願いします。ペンベロセット完食しました。ごちそうさまでした。かわちゃん1000円でガチのせんべろです。ベロベロ。本日は西成にあるかわちゃんに行ってきました。せんべろセットを今日はいただいたんですけど、他にも500円セット、350円セットとセットが豊富に用意されておりますので、ぜひ皆様も西成へお越しの際はかわちゃんに行ってみてください。それではチャンネル登録、高評価、コメントまたいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。このレイランランのかわちゃん動画を見たとお店でお伝えいただくと、290円のドリンクがなんと1杯無料で提供していただけますので、ぜひ皆さん行ってください。